Ikuze! さあ、かかってきな。もっと思い切りを着なよ。 Yes, sir. モード 第一種戦闘態勢 さあ、萌えに萌えてきたぜ。 仕事じゃなくてよ。 決めるぜ。
始めようか。非常事態が発生しました。作戦開始。イエス。これよりミッションを開始する。イエス。トラスパイク。トラスパイク。トラスパイク。レディには気を使いなさいよね。
時間ね。作戦開始。目標を速やかに排除します。引き続き攻撃を行います。任務遂行。サンプリング開始。作戦続行。飛ばすぜ。俺の技、じっくりと味わいな。見たか？俺の華麗な技を。サンプリング続行。禁物だ。事情聴取をさせてもらうわ。任務失敗。続行不可能。4000年の重み、参考になった？遠慮はいらねえぜ。来なよ。
生きのいい野郎だぜ。してやるよ。
負けはしない。負けないから。動くぞ。
きますよ。参ります。上げても打つからね。クロッチ。はい、そこね。はい、そこね。しまった。じっくりまったりといきましょうか。努力します。見せましょう、島津流空手の真髄を。忍術実直拳、実直拳開始。正方拳か。次の手を打つべきですね。ええ、攻め手を変えてみます。簡単にやれるなどと思うな。やわな鍛え方はしとらんでな。まだまだ、勝負はこれからだ。気合の入れ方は父親とそっくりじゃの。
任せな。ま、痛くないようにしてやるよ。フィニッシュがいまいちだったな。わしらじゃな。つくのかの。これくらいで勘弁してやるかの。まったく、物は言いようだな。そうな感じですね。緊張してドキドキしてきました。次こそボコにするある。
してと。お待たせ。むやみに元気ですわね。張り切りすぎちゃダメよ。キョンシーは国の宝だよ。知らないけど。動くぞ。車線軸はクリア、チャンスよ。じゃ、武器をいっぱい出さる。頼むぜ、お嬢ちゃん。お願いね、レイレイ。
坊さん、いいんですか？スーツは私の方が丈夫です、多分。どうぞ、綺麗ね。次は真面目にやろうかしらね。飛ばすぜ。行くぞ。どうせなら甘い時間を過ごさない？お菓子のことも考えなきゃね。私が先にパンチしますから。じゃあ続けてキックします。レモンパンチ必殺キック。レモンキックワイヤリングダイキックパンチ。レモンキックもう疲労困憊ですよ。オートセーフティー解除。ターゲットを破壊します。アームグレードエリアアームグレードエリア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 。ターゲットのサンプリング続行します。いらっしゃいな。ビーム発射。いい距離ね。シオンさん、手当てを。そうね、お願いするわ、モムちゃん。
私ですか。頑張るよ。あたしのダンスただじゃ見せないよ。どこで覚えたのよそんな言葉。とどめは立てなかったみたいね。こっちにはこっちの都合があってな。行くぜ。暗いな。そこだ。痛いぜ。こりな。そこだ。舐めるな。まだ当分はこの調子か。やれやれだぜ。ここが勝負どころと読んだか。そのようじゃの。ほれほれ相手してやれ。ここは下がれるか。抜かった。攻めておかれたか。そうらしいの。やれやれじゃ。努力します。
どうされちゃうのかしら。ドキドキね。波動拳、波動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 拳。玉のお肌に傷がついたじゃない。行きますよ。ああ、あなた強そうね。いつでもどうぞ。結構大胆ね。嫌いじゃないわよ。チャンスね。私の趣味じゃないけど、まあいいわ。必殺技なのに殺せてないわね。
この次元封鎖の中、動けるの？十年。わしがどれだけのことをこやつに仕込んだと思うておる。わしとて、あの戦いを忘れたわけではない。お前だけは！あん、驚いた。あの時、私のしのぎを頭に受けて生きていたとはね。あの坊やが随分いい男になったこと。この時のために生きてきたのさ。でもいいの、坊や。ここで引き金を引いたらどうなるかは知ってるでしょ。次元封鎖は中断。行き場を失った力は何を引き起こすかわからない。そして先に吹き飛ばされたお友達の運命もね。それでも引くと言ったら。いいえ、引けないわ。あなたがアリス・ショーゴの血を引いている限りはね。だから死んだのよ、あの男は。親父、すまん。レイジ、なぜ引かなかった？ここしかチャンスはなかったんじゃぞ。ほーらね、私の言った通りでしょ。遺伝かしら、その甘さは。かもな。だが、それが最後にはお前を一度滅ぼし、最も巨大な揺らぎを断ち切った。今度も同じだ。お前はやはり最後には滅ぶことになるのさ。その時先に引き金を引くのは俺だ。いい男になったよ。本当に惚れ惚れするほどのね。私はサーヤ。坊や、名前は？レイジ、アリス・レイジだ。覚えておくわね、坊や。もう二度と会うことはないでしょうけど、もしまたこうなることがあったら、あなたの言った通り、先に引き金を引かせてあげようかしらね。そいつは頂上。Thank you.
Thank you.